シャンプレーン級中型揚陸艦はフランス海軍の軽輸送艦の艦級。計画名は艦首名と同じくバトロルであった。主としてフランスの海外領土において業務輸送に充当することを目的として開発された。艦首を海岸に格座して兵員、車両を揚陸することを想定しており、艦首部には観音開きの門扉とその中にバウランプを有している。 ゲパールと通称される不評中大戦闘軍1個とその車両12両を輸送、揚陸することが求められており、ビーチング時の車両搭載量は計330トン、バウランプを介した直接乗降のほか、力量10トンのクレーンによって揚降することもできる。また、3番艦以降では居住区を180名に拡張するとともに、 環境構造物を一層高くする一方、並走は4 0ト、mm、ル単層基準から2 0ト、mm、ル単層基準に変更された。上陸用集定として、環境構造物直前の上乾板上に LCVP および LCP を一隻ずつ搭載する。また、環境構造物の後方、h 1乾板レベルにはヘリコプター乾板を設けており、 アルエット3ヘリコプター1機の運用に対応できる。フランス海軍のほかチリ、コートジボワール、モロッコ、ガボンにも同系艦が輸出されている。ありがとうございます。